見つめないでよ団長。でも握ったままだし、なんだか照れちゃう。いや、ホワイトデーの贈り物は嬉しい、すっごく嬉しいんだよ。でもそうやってじっと見つめられると、もう団長ってば。そんなに男前になっちゃって、あたしの心臓これ以上どうするつもりなのさ。年頃の乙女相手にこんなことして、こっちだって団長のこと大好きになっちゃうでしょ。そこで聞き返す。もうほんと団長ってば、いつの間にそんな悪い子になったのさ。言ったよ、大好きって言った。だからもうほら、言わせてばっかはダメでしょ。団長も言うことあるよね。